今日2月23日16時35分、気象庁は御嶽山に噴火警報、噴火警戒レベル2、火口周辺規制を発表しました。この御嶽山周辺ですけども、今日14時15分頃からが火山性地震の方が発生しだし、また14時19分頃からは火山性微動、また御嶽山火口付近に設置してある傾斜系の方で隆起が見られたということで、火口周辺に影響のある噴火の可能性ありということで、こちらの方発表されたといった状況になっています。それではですね、ここで噴火警戒レベルについて確認していきたいと思いますけども、こちらになります。警戒レベルは噴火警戒レベルは1から5の5段階になります。今回発表されたものはその中のレベル2、火口周辺規制という形になるわけですけども、火口周辺はおおむね1キロの範囲内には、大きな石が飛んでくる、弾道が飛んでくるような状況になるので、その範囲には入らないでいただきたいといったような情報になります。実際にこちらの方ですけども、こちらは御嶽山火山防災協議会のサイトになります。木曽御嶽山安全対策情報として発表されているわけですけども、実際にこちらの方で火口周辺の立ち入り禁止などの措置を取るのは自治体になります。木曽町、大滝村、下呂市がその対象となるわけですけども、すでにですね、こちらのエリア、ちょうどこの赤い丸で囲われたところになりますけども、ちょうどまさに、今回の対象となっている火口からおおむね1キロの範囲内ですけども、入山規制、つまり立ち入り禁止といった状況になっていますので、こちらの方近づかないようにしてください。またこの後ですけども、さらに状況が変化するようであれば、さらに噴火警戒レベル高い状況になっていく可能性があります。特にレベル4、レベル5になった場合は、通常に人が生活しているエリアに影響が出るということもあり、それぞれ高齢者等避難という形で発表されます。本日16時35分、気象庁は御嶽山に対して噴火警報、噴火警戒レベル2、火口周辺規制を発表しました。